上田木和則は、佐賀県佐賀市出身の競艇選手で、現日本モーターボート選手会選手会長。佐賀支部所属。身長166センチメートル、血液型は A。登録番号3307の60期生。陰線速攻を得意とする。師匠は、長崎出身、平和島で開催された第21回、総理大臣杯を制した、大村ゴッドファーザー古川文雄。 1968年5月20日、佐賀県佐賀市大都町に生まれる。10歳の時に父親に連れられて、唐津協定場でレースを観戦し、協定選手を志す。佐賀県立佐賀商業高等学校中退後、元須養成所に入所し、1987年3月に卒業。同年5月に唐津協定場でデビューし、6月に初勝利を挙げる。 デビューから半年で B1 級、さらにその半年後に A 級に昇級。1989年には年間最優秀新人に選出された。スタートの良さに定評があり、陰性速攻を得意とする。過去の SG4 賞はすべて1コースからの勝利である。徹底したイントリや冷酷なまでのレース内容から付けられた愛称は非常のワイルドボーイ。 2011年3月17日に日本モーターボート選手会の副会長に就任したため4月以降のレース圧戦をすべて辞退している。その後2012年6月26日に選手会長に就任。選手会役員に就任した選手はレースに出走しないのが通例だが選手会長在任のまま2014年8月14日から 原津協定場で行われたお盆特選競争に出走し約3年5ヶ月ぶりにレースに復帰し準優で4着という結果となった2020年の選手会長選挙に非常勤の会長を宣言して立候補し無投票で5選同年5月の下関協定場の一般選を皮切りに会長兼任のまま現役復帰し 半年の間に8節程度の出走を予定している。記念優勝通算21回。ありがとうございます。